ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして、懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月2日は、1980年6月に北朝鮮の工作員シン・グァンスラによって拉致された原忠明さんの誕生日です。原さんは今年で81歳になられます。また8月は、1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国。その後、北朝鮮に残されていた夫と二人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし、母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。現地時間の7月17日、国連のハイレベル政治フォーラム会合出席のため、ニューヨークを訪問中の岸田文雄外務大臣は、アントニオ・グテーレス国連事務総長と会談を行いました。この中で、岸田外務大臣は、拉致問題の早期解決に向け、国連の協力を求めました。概要は次の通りです。冒頭、岸田大臣から、グテーレス事務総長が進める平和と安全、持続可能な開発、マネジメント分野における国連改革プロセスに注目しており、日本として協力したい旨述べるとともに、持続可能な開発目標の主流化に向けてグテーレス事務総長と協力したい旨述べました。また岸田大臣から、北朝鮮について、新たな段階の脅威であり、今は圧力の強化が重要、より厳しい措置を含む新たな国連安保理決議の採択が重要である旨述べ、グテーレス事務総長の理解と後押しを求めました。双方は引き続きこの問題について協力していくことを確認しました。また岸田大臣は、拉致問題の早期解決に向け国連の協力を求めました。さらに岸田大臣から、安保理改革を含む国連改革の重要性を指摘し、双方は国連改革について今後とも緊密に協力していくことを確認したほか、
軍縮・不拡散等についても意見交換を行いました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。7月31日、北朝鮮の2回目の ICBM 発射実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。7月28日深夜に北朝鮮は2回目の ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を行いました。7月4日に1回目の発射実験がありましたが、その時と同じくいわゆるロフティッド軌道という形で発射をいたしました。まあ、すなわち高高度で発射をする形式を取ったわけでありますが、その頂点高度というものは3500キロメートルを超えたと考えられますので、まあ、前回7月4日の発射が2500キロメートルを超えた、その程度であったことを考えると、やはり距離が伸びたということが言える。まあ、それ自体は ICBM に向かう能力が向上したということが言える、こういうことになろうかと思います。まあ、それが一つ北朝鮮のもちろん目標であったと言っていいわけでありますが、7月30日に北朝鮮外務省の代弁人が談話を発表いたしました。で、そこで代弁人は、今回北朝鮮がこうあえて、ICBM の最大射程距離の模擬試験発射、まあ、シミュレーション的な試験発射を行ったということの、まあ、意味はですね、アメリカへの厳重な警告を送るためであるというふうに外務省代弁人は言いました。まあ、この厳重な警告というのは、おそらく2つあると言っていいわけでありまして、まあ、1つは北朝鮮が言うところの任意の地域と場所で任意の時間に ICBM を奇襲発射できる能力、まあ、これをアメリカに対する警告として送る。すなわち北朝鮮には今 ICBM の奇襲発射、奇襲能力があるぞということを示すということが一つでありますし、もう一つはその ICBM は米国本土全域を射程圏内に収めてるんだと。今や米本土全域は北朝鮮の射程圏の中にあるぞという、そういう警告をした。そして外務省代弁人はですね、我々を害しようとする、北朝鮮を害しようとするような、まあ、そういう愚かな妄想っていうのはアメリカは捨てなきゃいけないということを強く要求しましたが、まあ、これはいつも継続して強調しております。敵対視政策、アメリカが北朝鮮を敵対視していると、そういう政策を捨てるべきだという、まあ、従来の要求を繰り返したと言っていいかと思います。前回7月4日の、まあ、第1回目の ICBM の発射実験で、まあ、北朝鮮はアメリカに対する完全な抑止力を持ったんだという、まあ、そういう宣言をしたと言っていいかと思います。まあ、しかし抑止はできるようになったわけですが、まだアメリカの敵視政策、北に対する敵視政策というのは変わらないということでありまして、アメリカの敵視政策を変化させるということは、実は北朝鮮はできてないということになります。まあ、これはやはり今後このまま続くとすればですね、金正恩指導部にとってみると大きな問題になる。これまではアメリカの脅威を抑止するということに重点がありましたから、まあ、それは抑止はできるようになったと言っても、
まだアメリカの敵対政策が続いているということであれば、それを変えられない、それを変化させられないということであれば、金正恩指導部の能力がないということになりますので、金正恩指導部の権威が落ちるということに当然なる。もちろんそれは金正恩指導部にとってみますと絶対に避けなければいけないということだと思いますので、まあ、そうなるとアメリカの敵視政策を少しでも変化させる、まあ、そういう方向に行くために最も必要なのはアメリカとの対話交渉ということになるわけですから、やはり今回の ICBM の2回目の発射実験というものもアメリカに交渉対話をやりたいという、まあ、そういうメッセージであったと言って考えていいと思います。アメリカ側がこのまま放っておくとですね、北朝鮮の ICBM 能力がどん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 向上すると、その手前でその ICBM 開発を凍結するということをアメリカは考えなくていいのかと、まあ、そのための対話交渉というものを提案しなくていいのかという、そういうメッセージだというふうに考えられるといいかと思います。まあ、いずれにせよ北朝鮮はまずアメリカに対する重大な警告をしたということですので、まあ、この後はアメリカの姿勢変化等を待つということになると思いますが、まあ、その前にやはり南北関係を動かすということになる可能性は依然として高いと考えられます。8月に入れば北朝鮮が南北対話提案をする可能性が十分ありますし、特に8月7日からフィリピンのマニラで開催される ARF、ASEAN の地域フォーラムで南北の外相会談というものをやる可能性もあろうと思いますので、注目をすべきかと思います。先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、アリスでジョニーの子守歌をお届けします。それではお聴きください。束の間の寂しさを埋めるために、君の歌声を聞いていた。狭いホールの壁もたれて、君の動きを追いかけていた。飛び散る汗と煙の中に、あの頃の俺がいた。アリスでジョニーの子守歌をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージの朗読です。このメッセージは拉致被害者の帰国を待ちわびるご家族のメッセージを俳優が朗読し、拉致被害者やご家族の写真とともに上映する映像作品、メッセージ家族たちの思いに収録されたものです。有本佳代子さんのメッセージは、女優の今野美沙子さんが朗読しています。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気にしていますか？お父さんもお母さんも家族全員みんな元気に過ごしております。本当に長いこと経ちましたね。でも私たちもおかげさまで元気ですし、お父さんも80歳までは会社で仕事しました。私も一緒に仕事をしましたが、お父さんが辞めるときに一緒に辞めました。今現在では隆が後を継いで頑張っております。今日は家族の近況をお知らせします。とにかく年がいってきたから、だんだんとこう体も足がねちょっと弱ってきましたけれど、なんとかお父さんも私も元気で、お父さんは仕事を辞めてから毎日好きな碁をしています。家では直子と育子が一緒にいてくれるので寂しくなくて、毎日が本当に何の心配もなく暮らしております。だから今は稽古さえ帰ってきたら何にも言うことないんですけどね。稽古の子供たちも多分かなり大きくなったと思います。育子の子供と多分同じくらいじゃないかと思うんですけれども、稽古も大変な思いはしましたけれども、それでも頑張って、とにかく諦めないで、必ず政府が助けてくれると私も信じておりますけれど、とにかく私たちも元気でいないと稽古の顔が見られないので、なんとかお父さんと二人で健康だけには気をつけて、稽古が帰るまでは絶対に元気でおる、そういう思いで過ごしております。それで日本の国内でもね、私たちを支援してくださる方がたくさんできて、本当によくしてくださり、いつも私は感謝しております。この人たちが支援してくださらなかったら、私たち被害者家族は今までここまで来られなかったといつも感謝しております。だから本当に毎日心配することなく充実した生活を私はしていると思います。私は本当に、お母さんいつも思っているんですけど、一生懸命に今まで生きてきたと思います。だから何にも後悔することはないです。ただ稽古さえ帰ってきたら、本当に稽古の顔を見て稽古の手を握って抱きしめたら、本当にどんなに嬉しいかなといつも思っていますから、稽古も諦めないで絶対に日本の国に帰るという思いで子供たちを一生懸命育ててください。本当に子供っていいものです。本当に私たちはつくづくそれを感じております。だからなんとかね、もう政府の方もいろいろと考えてくださっているんですけれど、なかなか本当に長いことかかって稽古には悪かったなと思いますけれども、とにかく体にだけはくれぐれも気をつけて。だからもうこちらの方は何にも言うことがないし、だから稽古が帰ってきたら本当に毎日が楽しい生活が送れると思いますから、くれぐれも本当に体だけは気をつけて、で子供たちの成長するのを楽しみに頑張ってください。お母さんも頑張って、絶対に稽古が帰るまでは頑張って手を稽古の体を握りしめる、握りしめて本当に良かったなという思いをするまでは絶対に私は倒れないつもりでおりますから、稽古も頑張ってね。
本当にいっぱい話ししたいことがありますけれども、みんなが幸せに楽しく暮らしているっていうことですから、恵子たちも帰ってきてもね、みんなと家族がたくさん増えて本当によかったなぁときっと思えると思いますので、とにかく体だけはくれぐれも気をつけて、もし病気になったらなかなかね大変だから、それだけは気をつけて頑張ってください。有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージの朗読でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33586011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は
拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラブ日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。日本政府がお送りしていますふるさとの風はいかがだったでしょうか。今月の懐かしいアニメソングはお化けの九太郎をお届けします。それではお聴きください。お化けの九太郎、僕お化けの九太郎、頭のてっぺんに手が三本、手が三本、だけども僕は飛べるんだ。まっしろ10キロ50キロ、ひとやすみひとやすみ、空から降りたら犬がいた。ワン僕はお化けの九太郎、大きな口でヘラルヘヘラルヘ、ご飯の時間だそら食べろ、一杯二杯二十杯、もう結構もう結構、ちょっと失礼の9。